このビーチサッカーのオープニングセレモニーをできることを本当に嬉しく思います。そしてこのピッチの名称を私たちは JFA 夢フィールド高円宮記念 JFA 夢フィールドピッチカリオカと名付けさせていただきました。カリオカという意味はもちろんラモス監督の愛称であり、オズさんの出身のリオデジャネイロの出身の方たちのことをカリオカってみんなが言います。私たちはこのビーチサッカーの聖地であるリオデジャネイロコパカバーナビーチを意識してこのピッチカリオカと名付けさせていただきました。素晴らしい成績を残すよう頑張ってください。応援しています。本日はおめでとうございます。そしてありがとうございます。皆さんこんにちは。素晴らしい環境の中でビーチサッカーコートができて本当に日本のビーチサッカーに大きな力になります。前回のワールドカップの結果は4位という結果でしたので、来月のロシアで行われるワールドカップに向けてこんな素晴らしい環境、こんな素晴らしいビーチサッカーコートに練習をすること、合宿することができて非常に嬉しく思います。みんな本当に一つになってメダル取りに行きましょう。俺だったらオーバーヘッドで決めるんだよ。サーバー、大丈夫か？ポーズが。絶対外す。かけてみようか。やってごらん。何回まで大丈夫ですか？1回で1回一発で。何も考えてるよ。アップしてないのに。アップいらない。絶対ナンバーワンの選手だ。アップいらない。拍手。ありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しいですよね。大砲となり練習やってるところでさ、このビッチサッカー作ってくれるっていうのはやっぱいやこれがもう感謝いっぱいですよ。一昨年できなかったことがね、最後の最後ね、その悔しさまだ何か残ってるはずで、自分たちの力信じれば絶対メダル取るとかさ、このタイミングで取ったらすごいな、もっと盛り上がるんじゃないかな。これから皆さん日本のサッカー界応援してくださいよ。女子サッカーもフットサルもサッカーも森保監督メダル取りましょう。Go, go, go! Valeu, Guido, valeu!